セクション2とセクション、セクション3をやっていきます。高橋さん大丈夫ですか？あれ、まさか、まさかとは思いますけど、はい、本番弱いタイプじゃないですよね、はい、いや本番強いタイプだと思ってたんですけどね、うん、でも、はい、まだこれかららしいんですよ、噂によれば、はい、まだ盛り返せます、うん、まだいける。だ今日は続きやりますけども、うん、はい、大丈夫ですよね。今ね、空気がね、よどんでんだよ。今結構ぶっちゃけ結構やばいかもと思ってますよ。まあまあ大丈夫ですよ、はい、どうせね、ダメだったら罰ゲームするだけなんで。そうですそうです、はい、そうです。まずはね、ちょっと音吹ちゃんの信頼を勝ち取らないといけないんですよ。だから今回もね、はい、先週に引き続いて、うん、このトライアルね、はい、佐々木君を作るっていうね、うん、はい、ミッションここにね出てますけども、はい、それが達成、はい、できれば、うん、1週間ログインボーナス、はい、できなかったら罰ゲーム、うん、はい、ね、じゃあ行きましょう。はい、頑張ります。セクションに行きます。はい、スタート。潮姫眺めるでいいのかな。結構上がってる。はい、なんかコツをもらいましたね。出陣。さあ、じゃあ出陣。今ちょっと計略何が、排水の陣と廉価とリモンしかないんだ。しかもリモンがレベル3になっちゃってる。本当はちょっとこの武将の横にいるメダルとかも育てていかないといけないんですけど、うん、それはもうちょっと後回しですね。落としちゃってます。彼女できないとね。そうなんです、もうダメなんで。音吹ちゃん、そろそろ来てくれないかな。まだ黄色だったから無理かもな。よし。そう、まだ黄色だからね。はい。あ、ここが、まさか俺って言いたくなりますけどね。うん、なるね。これ両方彼女になれるパターンとかないんですかね。それはもう分かんないよね。だって使ったことないんだもんね。はい、私今度使ったことないんで別にいいんじゃないか。おお、告白を受ける。受ける、あれも嫌だ。なんか受ける、告白を受ける、うん、彼女だったのに。はい、今のやっぱ練習良かったですね。言って、うん、だって戦い勝ちに行きがちだよ、はい、高橋さんね、はい、こうなりがちに大体、はい、いやでも戦国なんで、いやいや戦いで勝たないとまあそうなんだけど、はい、やっぱ彼女を作るのも、はい、片隅に置いとかないと。そうですね、そうそう。まあでもこれでできたので、はい、できました。やばいじゃん。なんでこれから体力回復はデートでやっていきます。おう、でやっぱ5回、うん、あーでも戦国で5回できるかな。よし、じゃあ上に登ります。黄色だったのにね、そんなことあるんだね、はい、一気に上がったんじゃないですか。今一緒に練習したので。それで、はい、多分どれでもいけんじゃない。どれでもいけますね、うん、そうしたらスペシャルタッグ踏んどこうかな。平民しかいないしね。彼女できんかと思ったらできてんだもんね。できましたね、一瞬にしてね、はい、逆にびっくりしたよ、はい、まあ、恋愛成就も持っていきましたからね、うんうん、そうか、取材されていたのか。これって何がいいんだろうな。応援する、自分も行きたい、抜けられると困る、応援してあげよう。で、出陣。あ、ぜんざいがいる。ここで行こう。いけ。今回のミッションクリアはね、ユーザーの皆さんの気持ちが乗っかってますからね。そうなんですよ。よしよし、全勝。高松さん一人の問題じゃないですからね。皆さんのプレゼントがかかってるんでね。ね、進むかもなかなか使わないんですよ、私。うん、分かってやってみろ。分かってやってみろでいいかな。うん、よし、そしたら次が本当はこう、あ、
上杉でもちょっと弱くなってるな、うん、倒せんじゃん、はい、でもこっちも倒したいんですよ先、はい、なんで、もうこの上に伊達政宗がいるんですけど、うん、伊達政宗を早く倒したいんですよ、うん、ここかここがやっぱ一番強いですね、うんうん、こうなってくるとまあでも伊達政宗やっぱ先に行こう、行け、あ、怪我大丈夫、あ、そうですね、あ、デートしましょうか、上杉謙信って味方の刀兵の兵力が特大アップしちゃうんだ、デートします、よし、あと1回クリア、よし、ちょっと上杉に絶対勝たないといけないんで、うん、結構強いですよね、うん、これで味方の兵力の特大アップされたとしても、うん、1、2、3、あ、でも多分5は勝てるんで、うん、武将いないけどここで行きます、17だもんね、行け行け、勝ってくれ、特大アップがどのくらいアップするのかが分かんない、お願い、いけるいけるいける、いけたいけた、よかった、めっちゃ上がったよ、トムダイアップ、はい、今負けてて面白かったもんね、もう負けたら本当にきつかったです、で、これでこの上に片倉さん行くんですけど、うん、この鉄砲とか弓とか刀を使います、うん、刀忍びないからまあ鉄砲でいいか、これ使って、うん、で片倉さんリモンくれるんですよ、うん、でもリモンもう全部上がってるんでリモン使います、ほら8になった、うん、よし、これだったら余裕で多分勝てるな、味方の弓と鉄砲兵の兵力は中和、でもここはすいません、負けたくないんで安牌でいきます、うん、入れる、いけ、あ、そんな上がんなかったな、よしよし、よし、もうめっちゃ真剣で喋るの忘れるっていう、それはもう勝負だからね、クリスマス、クリスマス、あ、クリスマスね、よかったですね、彼女いますね、早めにいたからね、もう忘れてるよね、はい、よかった、うん、あ、ムードももらったで、あー、伊達政宗が一番遠いところにいる、こういうことが起こるんですよ、だからもう家康だけ倒し、その人倒しちゃえばいいんじゃないの、こっちですか、うん、ただここを取らないと上に行けないので、でもまあ、いち早く伊達政宗っていうのがなんとなくのルートなんで、うん、計略何も、あ、槍もらえるんだ、槍もらえるのか、武田信玄ぶっ倒そう、よし、11負けるけどこれでいこう、あ、こっちもらえばよかったかな、これ施術終わっていくつだったらいいの、4000行きたいですね、4000ね、はい、これは野球が上手くなりたいにするか、うん、体力アップのために野球が上手くなりたいにするか、くー、でもデートまだまだしないといけないから野球が上手くなりたいにしよう、うん、ちょっとデートを怠ってるんでやる気下がっちゃった、あ、でもこっち倒すのがやっぱ遅くなっちゃうのか、いや、上に行くにはね、上に行くにはそっち先倒しといた方が行きやすいよね、早く、あ、完全にそうでしたね、うん、ちょっとミスりましたね、武田倒したくなっちゃった、倒しとくかな、もう自分流で行きますよ、うん、うん、
行きます。怖い、頑張れ頑張れ頑張れ、空港全部がチューアップしちゃうから頑張って、頑張れ。いける、いける、よしよしよし、まあ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 、あー暑い。お前さん、そろそろちょっと能力上げとかな、結構溜まった、溜まりましたね、上げます、この後これは野球に専念、ちょっと上げときましょう、うん、まず弾道を4ですよね、うん、もう4上げちゃってパワーが B は最低ですよね、B、ちょっとパワー一気に上げます、ミートも上げよう、総力は E でいいんですね、うん、肩も肩が A だからこの辺ぐらいまで上げとこう、補給が S、 あ、補給 S なのか、補給ちょっと上げとこう、ちょっとまあこのぐらい上げときました、うん、さあ本当は残りに、セクション2までに伊達を倒しとくのが、うん、一番いいんですよ、うん、ちょっと間に合わないですね、うん、とりあえずどっちにしても伊達倒すには2個行かなきゃいけない、はい、行かないといけないですね、うん、もうここ行きましょう、うん、槍というに空城の桂で26なので多分勝てるので、これだと一旦で味方の全兵力が中央、これでいこう、これは余裕で勝てます、よし、でもあの練習は株事故があるように続けさせてください、わかった、もうちょっと大丈夫かな、そうしたらここかここだとこっちの方が弱いけど、こっちは筋力もらえる、計略廉価、こっちは計略奇襲、廉価は怪我率 30% 下げる、奇襲の方が欲しいな、こっち行こう、ここ行こう、あ、もうセクションに終わっちゃいますよ、うん、そうだね、うぅ、頑張ってくれ、まあ、でもスペシャルタックだからこっちにしよう、いけ、お、内野安打もらった、頑張れ頑張れ、いけいけ、あ、全部勝ちました、うん、よかった、はい、これでセクション2クリアです、いくつかな、あ、でも3800までいってる、結構いい感じ、まあまあそこ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 取り返したかなって感じです、はい、でもセクションに終わるまでに伊達政宗を倒せなかったっていうのがちょっと自分の中では悔しいポイントなんですよ、うん、そこ倒してたらじゃあ4戦行ってたね、行ってたかもしれないです、うんうん、でも大体なんか遠目にいるね今回、はい、まあ、それも運なんですよ、うん、教えたいよくは教わる、さあ次がやっと伊達政宗に、うんうんうん、あ、でも、あ、伊達政宗の領地の兵倒してるから、うん、ちょっと弱いですね、伊達政宗、うん、計略が、あ、刀もらえる、今全然刀とかがいないから、でこれ確実性のためにリモンも使えるし、はいはいはい、
か武将戦略か。よし25以上。あ、結構敏将が溜まってきちゃってますね。本当ね。一回ここに進んで、もう佐藤さん総力いらないんで、総力上げすぎてもなんですよね。でも補給が、補給もいるよね。補給もちょっといります、はい、あ、サボリの線治んないかな、こういうので。サボリ癖ついた、やばい。あの、これサボり癖直すっていうところがどっかにある、うん、ほら、サボり癖を直しやる気を最大にするところがあるんですよ。いいじゃん、いいじゃん。ここ行った方がいいかもしれないね。うん、もうここで行っちゃおうかな、うん、で、計略奇襲とお茶会か。サボり癖直すか。すぐサボっちゃうもんね。そうなんですよ。ほんとサボり癖って本当にすぐサボるんですよ。サボっちゃってで不眠症って、はい、もう袴田さんまんまやんな。はい、だってなかなか寝ないでドラマばっかり見てるしね。はい、で不眠ですよ。でもサボりはしないですよ。あ、ちょっとあの補給上げときますね、うん。なんでこういう時にサボり癖とかつくかな、本当に。さね、もう袴田さんのパワープロはサボり癖と不眠症つきがちっていうね。つきがち、いつもつく。小田で行こうかな。でもサボり癖直せるところとかあっていいね。そうなんですよ。逆にね、はい、なかったやばかったね。はい、かなりやばかったです。これで、まあ、そしたら通院になっちゃいますよね。うん、うん、そうだね。まあ、通院1回するぐらいだとこっち1回しといた方がいいじゃんね。はい、これ今経験点ももらえるので、うん、治った、よかったね。はい、治った。よし、これで伊達政宗行きます。ようやく。これでもまだあれが鉄砲とかが全然ないんだよな。強いとこあるかな。25以上だったよね。はい、でもリモンしたら22以上でいいですね、うん、あんまり強くない。あ、ここが一番いいか。うん、そうだね。まあ、ギリギリですけどここですね、うん、で、こっちで、計略を使います、うん、相手のリモン使って、で、武将戦術ももう使っちゃいます。もう使っちゃうの。これ発動ターンの合戦で敵の武将戦術の効果を減らしてくれるんですよ、うん、で、結構伊達政宗強いんで全兵力が中、うんうんうん、あ、私たちが中断しちゃうんで、うんうんうん、これをもう使います。ここで負けたらもう終わりなんで、念には念を入れて、はい、もう石橋叩きまくって渡りますから、うん、これで、いけ、勝ってくれ、勝ってくれ。そんなギリギリの戦いなの。何ですか、ギリギリの戦い。結構これ意外と怖いです。そうなの。でもまあ、あ、でも負けると。お、勝った。あ、危なかったね。危ない。5勝3敗。はい、さあこれで今度は左の下の方に南に行きます。本当は、うん、この人取っといた方が、うん、合戦の戦利品の経験点アップできるんですよね。強いね、34だって。はい、強い。ただもうほぼ全部強くなってくるんですよ、ね、ちょっとこの辺一回倒しときます。ただ大名はあと1,2,3,4人いるから、うんうん、最悪あと3人倒さないといけないんですよ、うんうん、あとだから6ターンいるんですね、絶対、うん、ってことは、あ、まだまだ間に合いますね、うん、26,20… もう行っちゃおう、いいや、もう知らない。あ、でもここが変にしか
かいないから味方の刀兵がない。でも味方の刀兵にも、いやこっちだ、いけ。よし、ここでデートです。能力アップしとこう、うん、総力が佐藤さんは E でいいのか。もう E になっちゃいましたね、うん、まあ、それ以上でもいいんだけどね、はい、最低っていうね、はい、補給じゃない、補給。そうですね、うん、補給をもうちょっと上げましょう。補給 S ですもんね、うんうん、一種類のこれだから割とこいっぱい。肩も A、うん、このぐらいまで上げときます、うんうん、でデートします。2回目、2回目まだまだ2回目間に合うかな。さずり一旦この一般兵行っちゃいます。ここで行こう。これは多分大丈夫です。楽勝ですか。はい、全財で行くんで楽勝です、うん、はい、うん、倒すしかないや、うん、そうだね、はい、ここ倒したらどっちかに大名が出てくるので、ね、うん、はい、デートもすること考えたらもう島津を倒さないって手もあるんですよね、うん、じゃあもう倒さないんでいいんじゃない。じゃあそっちの手法で行ってみますか、うん、じゃあ毛利行きます、うん、ここがいいな。27でしょ。まあ、1個負けるけどいいや。で、お、臨床872になってます。本当だ。この上杉が5になってるもんね、明智のところ。あ、そうですそうです。プラス上杉がプラス3なので、じゃあもう使っとかないと。いや、ただあの明智だけでも999になるんですよ。うん、なので5なので。うん、今もったいないので、でも臨床そんないらないんですよね。でもあったらあったらでいいじゃん。まああったらあったで、うん、27でしょ。あと特能にいるかもわかんないし。はい、ここでいきます。はい、多分勝てるはず。特大アップがあんまりしないで特大アップ、まあまあまあ、結構しゃれとこでアップで、はい、もうここデートちゃう。そうですね、うん、もうデートしとかないとですね、うん、あ、本当はこの戦利品が欲しい。でもあと1、2、あと武将2人なんで、うん、大名、うん、まあ、デートちょっと優先させましょう、うん、あと3回だからね、これ入れて、はい、次の4番バッターの曲でいきます、うん、なんかいろいろコツもらいましたね、うんうん、体力そんなアップしなかった。じゃあでももう一回デートしたいとかいいんだ。そうですねただ武将も倒したい。待って、弓しかないの、弓しかないのかい。でもここで資金も結構上げといて戦利品ももらってここ行きます。24だし資金も上げる。
もう一個、もうあと1ターンで終わりだね。はい、そうなんです。筋力、ここでいきます。これでセクションさん終わっちゃった。どうですか。うわ、全然いってない。やばいやばいぞ。ちょっとさっきから伸び率悪いね。悪い悪いですね、うん、これ行くときここで9000ぐらい行きます。そうなの。はい、まあ、あの他の人の話ね。私の話私の話はい、さあ6000どうですか。ヤバめです。ヤバめですか。ヤバめです。まあ、一つ本当にびっくりなのは、はい、まあ、SS のまで行け、 SS 行かないパターンないよね。分かんない。いや、マジそれはヤバいよ。 SS4 とかだと、はい、まあまあでもこっち揃えたから、はい、まあまあそれはいいよねっていう判断になるわけよね、はい、うん、そうですね。 SS 行かなかったらもう言い訳聞かないよ、花輪さん。でも家でやって SS 行かなかったことほぼないんですよ。うん、まあそれもね。だから行く行く、大丈夫、行く。花輪さん、はい、もう家でやったを佐々木はもう1ミリも信用しないでしょ、はい、行く、絶対大丈夫、はい、大丈夫です。大丈夫ですかね。はい、もう次取り返しますよ。もう不安でしかないんですけど。でも結構メダルが育ってないんでやばいと思ってるんですけど、うん、大丈夫、もう次取り返します。取り返しますか。最後、はい、はい、頑張ります。来週、はい、どうなるのか、はい、不安です。頑張ります。